京料理直進坊佐伯の佐伯です。今日はですね、うなぎの梅煮おろし、それとうなぎの半助を使って、焼きなすを炊いてみたいと思います。本来でしたらうなぎは関西ですから、関西焼きにするんですけども、今日は複合的にやりたいと思います。煮るわけですから非常に邪魔な部分もありますから、うなぎはヒレを引きます。今日まず背びれから、でこの後背中のぬめりを取っていきます。背中というか皮のぬめりですね。こういうぬめりを取ります。これ生臭みの濃度です。この後焼くんですが、このうなぎまだ生きてますから、身が反らないように身に包丁を入れていきます。この後串打ちます。串は頭つけたままやりますけども、うなぎって下手くそに串打つと身に凹凸ができてしまいますので、こうやって串で肩をつけてそこに向かって、こうやって肩つけますね。その肩ついたところに串を打っていきます。これプロのやり方ですけど、こういうふうにして持った時にですね、うなぎの身が縮まないように、で両手で持って裏返しやすいようにこういうふうに末広に串を打ちます。こういう肩をつけてから打つというのはうなぎの時の特有な打ち方なんですか？いや、一緒ですよ。魚丸ごと焼く時も必ず末広にしますね。身とか一番いいところにこうやって串打つとね、こうスーッと入ってきます。うなぎって結構身硬いですから、生きてる時は。でこうやって持った時にまっすぐなるように、まず皮の方からね、こうやってこう火入ってくるとね、ピーンって伸びていきますから、でこの時に串がちゃんと伸びてないと何で打つんですよ。で今日1匹だけやったらいいけども、僕らいつも3匹打つとやりますけど、3匹串打つと手前のやつと真ん中のやつと奥のやつの串打つ幅が変わると、波打ったまま元戻らない。ここの距離が変わってしまうから、手前のやつだけがこう波打ったりする。だからそれ波打ったらどうなるかというと、今度ひっくり返して焼き目をつけようとするとね、こう波打った上のところばっかり焼き目をつくわけです。うなぎに焼き目が必要なのは、焦がしたところにタレが乗るからなんです。焦がしたところにしかタレ乗らない、逆に言うと。ちゃんときれいに焼こうと思ったら、全体に焼き目がつかないから。これ僕、砂糖入れて焼いてないですから、あれですけど、だから均等に焼き目がついてないとこういうふうにならない。もうそれは僕は上のところだけが焼き目つくでしょ。まっすぐなったじゃん。でこうやってちゃんと持ったら持つとこはこうやって2箇所こうやって取れるように。で関西焼きはこのまま本当はタレで焼いていきますけども、煮炊きもする場合はね、骨もやっぱり感じなくした方がいいですから、一回蒸してだいたい40分ぐらい蒸すと、うなぎの骨は細いですから、要はゼラチン質が剥がされて溶けてしまいます。ですから口の中に骨が残らなくなります。これきれいに焼き目がつくと、皮の方にも今度あとタレを塗った時にそこの部分にきれいに乗ってきてます。様子を見ながらというか、ちょうどいい加減を自分で見ないといけないです。同じ種類の魚でも個体によっての入ってる油も違えば厚さも違うから、3分焼いてひっくり返すなんていうレシピは料理の本には必要かもしれませんけども、我々が作る料理にはそういうものは必要です。これ骨なんかついてて余計ですよ。魚って骨も焼かないとダメ。骨焼かないと絶対にその周りが赤いでしょ。だから骨の際まで焼かないとダメ。それは分数では測れません。やっぱり経験とあれが考えなかったので。焼く時の火加減は何かポイントっていうのはもうある。強火です。それはどのお魚でも、はい、必ず強火。弱火で焼いても美味しいのは絶対ならないです。うなぎって油はすごく強いですから、まず油をしっかり出す。大事なこと。こうやってボトボトボトの油を出す。この油をしっかり出してやるというのはまあ、でしっかり焦がすこと。このぐらい。ジュグ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 ってるでしょ、はい、このぐらいで串抜いてで蒸していきます。このまま蒸します。いいですか。これ100度で40分。このタレは砂糖は入れない。これは酒と醤油割っただけです。
うなぎの臭みを取るためのタレやと思っていただいて、その香ばしさとその、あの、要はこの表面浮いてくる油でこの上に塗る醤油を焦がすようなイメージで焼いていきます。そうそう、砂糖を塗るとね、うなぎの本来の持ち味損なえます。別に砂糖を入れてタレ塗ることを否定するわけじゃないですけど、うなぎご飯の乗せるならそういうこと、うん、甘辛いもんってご飯のほうがありますから。でもうなぎだけを料理する場合はそんなことしてしまうと、うなぎの本来の風味が損なってしまうので、僕は基本的にご飯の上乗せるよりも砂糖を入れません。味を大事にしたいです。こんな感じで焼き上がり、一回蒸したものは本来でしたら一回冷蔵庫に一晩寝かします。一回固めないと、その先処理できないんで、柔らかすぎて、焼き始めるとね、油がわーっと浮いてきます。で、浮いてきたら醤油を塗って表面がその油で焦げるように、焦げるというか香ばしくなるように焼いて、醤油が焦げてる、身が焦げてるんじゃないんですけど、醤油を焦がして酸味を取りながらその香ばしさを足す。で、うなぎのとこをこう味わわせて、今日使うのは一番だしです。で、梅干しは1個大粒のやつをね、まず種取ります。きれいに種取りました。取り込みましょう、もったいないから。で、このまましばらく炊いておきましょう。こう、これ最初に叩きますね。で、大根おろし、これはおろしたものを軽くというか、ちょっとしっかりめ絞りますね。耳たぶぐらいの硬さになる。冬の大根と、夏の大根では多分絞り方が違うと思います。夏の大根はもっと絞らない。冬の大根は旨味と甘みが多いから、そこまでやらなくても大丈夫で、だいたい梅干し1に対して大根おろし2、これぐらい。これ以上また叩いていきます。叩いて混ぜる。大根おろしね、液体の中に入れるとね、火が結構通りにくいですから、しっかり混ぜといたら味のムラがなくなりますからね。最初にこれ結構大事です。しっかり混ぜます。こうやって最初にしっかり合わせといたら、うまいこと味が馴染んでくれます。こんな感じ。炊くうなぎをこうやって切りますね。だいたい1、2枚こう3切れぐらい、こうしっかり煮立ったら、まず大根を切ります。この時にちゃんとできてたら固まらないようにね。で、こうもうすぐほぐれるでしょ。ほぐれたらうなぎ入れる。で、もうこれは焼きたてですから、もうサッとで。で、小芋入れる、ネギ入れる。これでもう一煮立ちしたら OK。これで出来上がりです。だけでしょうか。大根おろしね、これ結構保温効果があって、お客様に出すときはちぎった方がいいね、一つ蒸す。はい、完成です。で、まずヘタを落としますね。無駄をなくすっていうことを考えると、僕ら昔こうやってね、ナスのヘタをこうやって取るやつどうしてもらいましたもん。こうやってね、ちゃんと食べれるところ食べれないところの境目を自分で目しながら切る。こう目測で切らないと、取ってから切るとね、要はこっちに身がつかないでしょ、食べれるとこつかないでしょ。昔の人ってこういうことをもうよくもう適当にやったらすごく怒られました。焼き直すときはこういうふうにして竹串でね、まず穴を開けていきます。これもね、昔のこの金串は鉄でできた、今ステンレスですけど、これでやったら茶したとこが色変わってくる、うん、そう、アクが反応して鉄と、うん、はい、だから僕はもうこうやって竹串でやりなさいって店の子にも教えますけど、で、これ大事なのは焼き直すときここに必ずちょっと深めにさせておく、火を取りを早くするため。
出来上がりを真っ青にしてやります。焼き目なんかつかない、つけない。それだったらこのまま焼かはりますけどね、アルミホイルに吸います。アルミホイル吸うときにこうやって空気を隙間開けないでね、こういうしっかり吸って、こうやってよく熱してから置きますね。焼くというより燃やすというイメージだね。たびたびこうやって転がしながらね、紙面にしっかり火が入るように。で、一箇所ばかり焼いてしまうとその分焦げてしまうので、今自分のナスビは皮が薄いです。皮が薄くてやっぱ色が綺麗やから、青い色が綺麗やから、それを生かすようなやり方をやった方が料理としては完成度が高い。そのうちね、どっかからピューって蒸気が出てきますわ。それが出来上がりのちょっと前のサイン。中でだからナスビの水分が穴のところからこうやって水が今ブクブクブクもうちょっと出始める感じで、完全に出たら火が入ったサインです。要は中まで100度になりましたよ。身が柔らかくなってきましたね。いや、早く火入れないと。野菜なんて時間かけて火入れて美味しくなること絶対ないですよ。青も入れる時でもそうでしょ。茹ですぎたら絶対美味しくないじゃないですか。できるだけ火早く通すこと。ジグジグ蒸気が少し出てきたでしょ。もうこれ出来上がりです。もう一つポイントは焼きナス、まあ、このまま食べるにしてもこのアルミホイル取るでしょ。水には絶対つけない。さすがラスがちょっと手だけ冷やしますけどね。で、こっちから剥くとね、こんな真っ青なんです。水につけちゃうと色が変わる。水っぽなのだけです。ナスビにも水気がありますけど、そのナスビの汁っていうのはナスビのジュースですから、そこにはナスビの味がいっぱい入ってるんです。その栄養素もそうやけど、それをこの中に留めとこうと思ったら、水につけて皮むくっていうのはもう具の骨頂です。だから我慢してむきましょう。初夏の焼きナスっていうのはこう色をこうナスの翡翠色っていうのをね、やっぱり出してあげたいなって僕は思いますけどね。この紫色はね、化学記号でいうとアンドシアニンです。これ水に溶けます。このまま例えばだしにつけたりしたら、この色はだしに溶けていきます。これがだから焼きナスの下処理ですね。もし焼きナスだけで食べたい場合はこのまま冷やして食べる。あったかくても美味しいですよ。このままいったら冷ましてお料理にしていきます。これまずうなぎは半助取ります。この辺から落としておきます。これがうなぎの半助です。これはお出汁にだいたい1割のお酒を入れて、焼いたうなぎの方にを入れて、そこにだいたい10分の1の量の薄口醤油を入れてあります。鍋にこのお出汁入れますね。これで2位も食べてる。そうです、加えて入れますね。ちょっと火緩めて、ナスビも適度な大きさに切りますね。中まで青いでしょ、うん。入れる。これもう必要じゃない、加熱しないですね。このまま火止めて余熱が温めてしまう。日本料理ですね、基本的に、ね、下処理が大事なんです。これ匂い嗅いでみてください。下処理するとこういうものができるんです。香ばしさもあるし、これすごく美味しさ、すごくそそるでしょ、うん、これをだからちゃんとやっとかんと美味しいもできませんよ。これはメインを投げちゃいますよ、うん、メインはなすびですよ。日本料理ってね、結構メインは後ろで飲むことが多い。うなぎのだしを吸わせたなすびがメイン。日本料理アカデミーでは、本物のだしを味わい、日本料理の理解を深めていく活動を進めています。本物のだしを味わうことは教養である。京都大学で開催したイベントですが、今年で16年目を迎えます。去年からは京都大学だけでなく、東京大学、お茶の水女子大学、慶応義塾大学といった東京の大学でも開催をさせていただきました。日本料理アカデミーの料理人が会場でだしを引き、お椀を作ります。実際にお店で作っているお椀を体験していただいてですね、日本料理の文化の幅広さに触れていただきたいと思います。それを触れていただいてですね、今後後世に伝えていただけるような知識を皆さんにもつけていただきたい、
詳しくは概要欄をご覧ください。